天下統一は、統治すべき地域を一人の権力者のもとで統一して支配すること。古代中国の概念から来ており、天使が統治すべき地域を天下と呼んだ。紀元前221年に始皇帝が中国史上を初めて天下統一を成し遂げる。中国において過去に天下を統一した王朝は、旗、全官、五官、精神、隋、唐、元、明、清である。 日本の歴史においては、主に戦国時代から江戸時代初期にかけて、日本全土を一人の権力者の支配下に置き、統一することを指す。日本でも古代から用いられた。中世以降には、深刻感が広まり、武家政権を正当化する論理となり、最高権力者は、天下人と呼ばれた。室町、戦国時代に、天下は、天皇王権を要する室町幕府の、 聖意大将軍が管轄した京都とその周辺地域を意味し、天下人たる室町将軍は、地方大名を従属、統制下において紛争などを調停する役割を担っていた。終わり国の織田信長は、将軍、足利義明を要し、間接的に天下人としての役割を担って、統一事業を推進し、元気4年には、将軍義明を京都から追放し、 天下人の地位を自身が継承することで統一政策を進めた。その信長が本能寺の変で自害すると、信長の家臣であった豊臣秀吉が継承者として天下人の地位に至り、天正十八年に日本統一政策を成し遂げた。天下の本来の意味には支配地域の境界はなく、秀吉は日本統一後に民の征服を中核とした東アジアの統一を、 企画し、文禄元年から朝鮮に出兵するが、慶長3年に死去したことで途中終了した。その後、関ヶ原の戦いを経て、天下主催者の地位が、江戸幕府の正意大将軍職を接収した、徳川将軍家に継承されると、天下は日本列島に限る意味で用いられた。ありがとうございます。